ただいまより群馬多文化共創シンポジウムを開催いたします。皆さんこんにちは、群馬県知事の山本哲太でございます。群馬多文化共創シンポジウムということで、このシンポジウムにご協力をいただくシンポジウムの皆さんありがとうございます。また今日お集まりいただいた皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。まずですね、まずは、シンポジウムの皆さんから自己紹介をお願いしたいと思います。多文化共創カンパニーの皆さんについては、群馬県が作成した紹介動画の一部をご覧いただいた後にお願いしたいと思います。石川建設株式会社管理本部長の天笠でございます。皆さんこんにちは。有限会社の親口の星野です。はい、さっきのデータの小物です、ね、よろしくお願いします。こんにちは、社会福祉法人穂高会法人本部から参りました、富澤と申します。本日はよろしくお願いいたします。JICA東京で国際協力推進員外国人材共生を進めております松井和久と申します。はい、それではですね、ここから早速皆さんと意見交換をしてまいりたいと思います。今日はですね、3つのテーマを用意しています。ご利用者のレクリエーションなんかも、企画する、ところがありまして、外国人スタッフが母国のゲームをアレンジして、実際にその日本のご利用者にも、楽しんでいただけるような工夫なんかもしながら、楽しくですね、仕事の方をしております。働きがい、あるいは人間関係、あるいは心と体の健康、この辺が非常に、これは外国人材の方にも、日本人の社員にもですね、非常にこの部分が大切かなと。会社にとって今欠かせない人材なんですけども、これから長く働くようになってくると、それが今度次の段階としてはやっぱり地域社会にとっても欠かせない人たちになってくるような関係性が作れたらいいなというふうに。で、これは一つ強調しておきたいんですけども、外国人材に優しい企業は日本人の人材にも優しい企業になるはずですというふうなことで、取り組む必要があるのではないかと。ここからはですね、参加していただいた皆さんから、自由にご質問をお受けしたいと思います。どうぞ。はい、これより令和5年度の多文化共創カンパニーのご紹介に移らせていただきます。株式会社栄光製作所代表取締役勅使河原悟と申します。三進工業株式会社の香川と申します。お世話になります。柴田合成の斉藤と申します。ありがとうございました。今日皆さん最後まで本当にお忙しい中ご参加いただいて感謝を申し上げたいと思います。ぜひですね、皆さんには、これから外国の方を雇うとか、あるいはもう雇っていていろんな悩みのある方おられると思いますが、ぜひ多文化共生に力を貸していただきたいと思いますし、外国人材を使うことによって皆さんのビジネスもどんどん良くなるように我々も応援していきたいと思いますので、いろいろありますけども、いろんなチャンネルでご意見をいただければというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。パネリストの皆さん本当にありがとうございました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。これにて第1回のシンポジウムを終わりたいと思います。